京ドームには大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの2回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはジャイアンツの先発高橋が東京ドームのマウンドに上がります。バッターは真由美。さあ注目の立ち上がりです。はい、初球打ち、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。さあジャイアンツ先制のピンチを迎えています。まあ先制はされたくないですからね、ここは目をつんでおきたいところですよね。なるほど、そうですね。まあピンチの場面で力を発揮できるピッチャーですから、そう簡単に打たれないと思いますけど。打ちました、ヒットになった。ホームに送球する。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー3塁1塁。バッターは3番オマリー。ジャイアンツ連続安打でランナーを背負っています。ちょっと連打を浴びてるんでね、ここは踏ん張りどころですね。はい、さあここをしのぎきれるでしょうか。さあ先制のランナーを背負ったこの場面、引っ張った、弾き返した打球はライトへ。さあサードランナーはどうする。タッチアップ、サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。犠牲フライを決めてきました。1対0、序盤から先手を取られています。ご覧いただきましょう、先制点は犠牲フライで奪われてしまいました。まあちょっとコースが甘かったかもしれませんね。犠牲フライで先制点を取られています。バッターはバース。昨日のゲームではなんとホームラン4本を含む5安打の大活躍でした。しかしホームランばかり固めて打ちましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。ジャイアンツ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。痛烈な打球、高い入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。ジャイアンツその差を3点に広げられる痛い一発となりました。ジャイアンツ追加点を許します。3対0、4番に一発を浴びてしまいました。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。立ち上がりを攻められています。バッターは注目のルーキーアリアス。昨日はなんとホームラン4本を含む5安打の大活躍でした。いやーなかなかお目にかかりませんからね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ジャイアンツ初回から相手打線に捕まっています。ここはボール球を振らせたいですよね。はい、ドカーンと大きな当たりです。スタンド一直線、突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。4対0、警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。またしても点を入れられてしまいました。バッターは木戸。ジャイアンツ先制点を許す形となっています。左中間に大きな打球、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。またしても点を入れられてしまいました。バッターは7番に入っている江越。昨日のゲームはホームランを含む猛打賞を記録しています。当たってましたよね。そうですね、さあここも期待がかかります。
ジャイアンツ、この回先制点を許しています。際どいコースに送ってストライク。打ちました。掴んでツーアウトです。8番バッター上本、ツーアウトになっています。初球空振りです。いやー、まさにコーナーギリギリですよね。はい、低めにストレートが決まっています。ノーボール2ストライクです。ファウルになります。打った、大きな打球になった。この打球は落ちそうだ。満々中左中間破っていきました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3試合連続安打。ツーアウトランナー2塁。さあ、バッターボックスには先発の秋山が入ります。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。初球から振ってきましたが、うまく変化球でかわしました。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、6対0になりました。ジャイアンツ、もうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰って真由美。さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。ジャイアンツ、この回先制点を与えています。真ん中決まった。ワンボールツーストライク。打ちました。坂本、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース犠牲フライで先手を取りました。6対0、タイガース先制です。バッターボックスには2番糸原。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。さあ、ここはどういった攻め方をしてくるか。外に決まりました。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。またファウル。打ちました。ヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。打順は3番オマリー。先ほどの打席で先制となる犠牲フライを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。2球目打ちました。この当たりはどうか。ヒットになった。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは4番バース。まあ、ジャイアンツとしてはまだまだ諦めてないと思うんでね、ここはこれ以上点はやれませんね。はい、さあ、ここはしっかり守りたい。まずはボールから入りました。打った、高く上がった、ライトが下がっていく、下がっていく、入った。スリーランホームランが飛び出しました。これで2打席連続のホームラン。高めに浮いてしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。ここは当然という交代でしょうか。ジャイアンツピッチャーを変えます。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは沢村。さあ、マウンドに上がったのは沢村。今シーズン2試合目の登板です。昨日のゲームでは4イニングを投げています。さあ、里崎さん、ここで変えてきましたね。まあ、そうですよね。任された以上期待に応えるピッチングを見せてほしいですよね。そうですね。打ちました。伸びていく。ここは打ち上げています。積極的に行きましたがセンター掴んでワンアウト。バッターは6番木戸。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ワンアウトになっています。坂本抑えてツーアウトです。打席には7番バッター江越。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。
初球空振りです。低めはボール。3球目は何で来るか。打ち上げました、浅いフライ。ここはフライになっています。変化球を打っていきましたが、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガーススリーランホームランで追加点を挙げています。9対1タイガースの3回の表タイガースの攻撃。打順は8番上本、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ジャイアンツ厳しい展開で序盤3回を迎えています。里崎さん、例えばブルペンでも今日は調子が良くないなという時、マウンド上ではどういった気持ちになるんでしょうか。まずピッチャーの得意な球を選択して、もうあとは真ん中に構えとくしかないですよね。そうですね。さあ、その低めをうまく攻めることができるか。ファウルになります。次の球もストレートでいいでしょうね。なるほど。さあ、どう2球目打ちました。ここは打ち上げています。沢村が抑えています。ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター真由美、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトになっています。初球打ち、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターは2番糸原、今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バッターを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。2アウトになっています。さあ、まず1球目、豪快なスイングは空振りになります。スピードボールを持っています。大きく外れてボールです。これが3球目、アウトコース打ちました。ここはフライになっています。坂本が掴んで3アウトです。ランナー出ましたが、タイガース得点には至りませんでした。9対1タイガース大量リードしています。4回の表タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはオマリー、さっきはいい当たりのヒットを打たれてますから。打ちました、いい当たりだ、高く上がった、突き刺さった、ソロホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。三塁回って今ホームイン、10対1。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスバース、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、今日はバッティング絶好調、3打席連続ホームランに挑みます。里崎さん、本当に怖いバッターですよね。今日当たってますからね、組み立ては十分注意すべきでしょうね。ええ、さあ、どんなピッチングを見せてくれるか。これが1球目、初球打ち、高く上がった、頭上ぐん入った、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、11対1。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には6番バッター木戸、これが初球、打ちました、初球から積極的に行きましたが2アウトとなっています。打順は7番江越、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。打ちました、いい当たりだ、高く上がった、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム7本目のホームラン。三塁キャンパス回ってホームに帰ってきました。12対1。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスは8番上本、前の打席ではスライダーを打たれたんでね、ここはその使い方を考えたいですよね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒。打ち上げた、この打球はフライになっています。初球から積極的に行きましたが取りました、アウト。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。12対1タイガースのリード広がっています。
里崎さん、大きく離されて一方的な展開となってしまいました。どのようにご覧になってますか？まあ、自ら流れをつかみ損ねてるっていうところもあるんで、なかなか厳しい戦いになってますよね。そうですね、この厳しい戦い、最後まで乗り切ってほしいと思います。外れていきます。これはバットが泳ぎます。ツーボールツーストライクです。打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ。積極的に行きましたがライト掴んでワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど、特に意識する必要はないですよね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。ここは打ち上げています。初球から積極的に行きましたがツーアウトとなっています。打席には2番バッター糸原。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。打ちました、浅いフライ。このフライはどうだ、落ちるか。この回タイガース3人で攻撃を終えています。12対1、タイガース大量リードしています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。田中取って、一塁アウト。バッターは4番バース。今日は2本のホームランを放っています。沢村、まずは先頭バッターを打ち取っています。これは入れました、ファールボールです。ファウルになります。外の球外れています。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。バッターボックスには5番アリアス。さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。なるほど、さあバッテリーとしてはそこをうまく。初球打ち、坂本取って、スリーアウトチェンジ。この回タイガース三者凡退です。12対1、タイガース大量リードしています。7回の表、里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやー、もちろんですよね。最後まで試合を諦めないという気持ちでやっていると思いますよ。はい、その気持ちをぜひ前面に出してほしいと思います。打ちました、いい打球だ。打った瞬間確信したか、ぐんぐん入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁回って今ホームイン、13対1。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の高木。さあマウンドを任されたのは高木。今シーズン3試合目の登板です。2試合連続の登板となります。初球空振りです。インドを見送っています。この打球はファールグラウンドへのフライです。落下点に入ります。3球目打っていきましたがファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。さあバッターは上本。通算500本安打まであと1本となったこのバッターボックスです。変化球タイミング合いません。三遊間、坂本取って、一塁アウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の秋山がバッターボックスに入ります。高騰してますから続投でいいでしょうね。そうですね。はい、バッターボックスには代打の福留。ツーアウトランナーありません。バッターは福留、背番号8。一二塁間、大城掴んで、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。
しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。8回まで来ました。タイガース打順よく1番から始まります。真由美バッターボックスに入ります。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ジャイアンツ厳しい展開で8回を迎えました。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあそうですね、気持ちを切らすことなくいってほしいですね。まだまだ打ちました。ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー2塁となりました。打席には3番バッターオマリー。まあジャイアンツとしては点差もあって厳しい状況ではありますけど、雑にならないようにしないといけませんね。はい、さあここはしっかり守りたい。インサイド落ちました。センタータッチアップ。打席には4番バッターバース。今日は2本のホームランを放っています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ツーアウトランナー3塁です。さあ3球目は何か。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ、丸が掴んで3アウトです。タイガース、これから9回タイガースの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけませんよ。そうですね、いい形で攻撃につなげたいところです。打ちました。これはどうか、取りました。アウト、ワンアウト。打順は6番木戸。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ワンアウトランナー打ちました。高く上がった、レフトが下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。強引に打ち返された打球はスタンドまで運ばれてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。14対1、ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには7番江越。高め変化球、空振りです。得意のボールでストライクを取りました。変化球が高めに抜けます。引っ張った、取った、一塁送球します。これで3試合連続のマルチヒット、ワンアウトランナー1塁です。8番バッター上本、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。バッターボックスには代打の八木。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあこれ以上点をやれないですよね。まあここ踏ん張りどこですね。うん、そうですね。さあしっかり抑えていきたい。初球ボール、2球目打ちました。この打球はフライになっています。ピッチャーが構えます。取ってツーアウトです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。セーフ、最初は変化球できました。ストライクです。アウトコース見送っています。打ちました。わずかに右に切りました。ファールボール、打ちました。弾き返した打球は右中間へ、ここは打ち上げています。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。14対1、タイガースのリ残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。
これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの3回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはジャイアンツの先発山口が東京ドームのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを、赤星さん、はい、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。外れていきます。ボール先行です。真ん中打ちました。これはどうだ、破りました、センター前。これで6試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。さあ1塁には先制のランナー、バッターボックスには糸原、送るのであればきっちり決められる選手。ランナー挟まれた、2塁へ、2塁タッチはアウト。ここは牽制でアウトを取りました。いや、これはラッキーでしたね。ピッチャーも楽になったでしょう。そうですね、はい、最初は変化球できました。インサイド落ちました。これはどうか、山口、ツーアウトになりました。バッターは注目のルーキーオマリー。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。試合前ちょっと話したんですが、今はバットが触れてるんだと言ってましたね。ええ、さあ今日も打つことができるんでしょうか。ツーアウトランナーありません。先発ピッチャー山口、そしてキャッチャーは住谷。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。次はボール球をどう使うかですね。はい、体に近いところ、インコース、これは外れます。
アウトコースファウル。引っ張った。これはどうだ。一二塁間を破る。これで6試合連続安打。ツーアウトランナー一塁。バッターはバース。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。打撃好調ですよね。状態がいいんでしょうね。はい。さあ今日も続けることができるんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁はセーフ。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。危ない球です。引っ張った。ファーストが前に来る。ファーストを取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。2回の表タイガースの攻撃。バッターは注目のルーキーアリアス。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。試合前ちょっと話したんですが、今はバットが触れてるんだと言ってましたね。ええ、さあ今日も打つことができるんでしょうか。さてジャイアンツの先発は山口。昨シーズンは9勝を挙げています。初球打ち、打球はセンターへ。ここはフライになっています。センター掴んでワンアウト。バッターボックスには6番梅野。前回のゲームではホームランを含む4安打を記録しています。前の試合は調子が良かったですよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。まずはワンアウトを取っています。打ちました。取った。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、目のいいバッターですから不利なカウントにならないようにストライク先行でいきたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。いいとこ投げてきますね。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど。さあどう来るか。2球目打ちました。この打球はフライになっています。田中が抑えて3アウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。0対小宮山さん、両投手の立ち上がりをご覧になっていかがですか。いやもう素晴らしいですよね、まあ、なかなか思うようにバット振らせてもらえませんから。好調な両ピッチャーの投げ合いです。アウトコース見送っています。さあ2球目は何か。インサイド落ちました。これはどうか。山口抑えてワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発のガルシアがバッターボックスです。ピッチャーが相手でも気を抜かずきっちりアウトを取りたいですね。そうですね。高めの変化球から入りました。次が2球目。いい当たり。これはどうだ。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁となりました。打順はトップに帰って真由美。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。ここは長打が出やすいカウントですから要注意ですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。ちょっともったいない一球ですね。はい。このボールを次に生かしたいところ。これで2ボール2ストライク。打ちました。これはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ワンアウト三塁二塁です。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。そうですね。初球大きな変化球でまずは空振り。引っ張った。これはどうか。ホームに送球。サードランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。ライト前のタイムリーヒット。1対0。序盤から試合が動いていきます。ここは抑えておきたかったんですがタイムリーを打たれてしまいました。もう少し慎重に行きたかったですね。ここでタイムリー。先制点を奪われました。
さあそして打席にはオマリー入っています。さあなおもピンチの場面、ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですね。打ちました。さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、2対0になりました。ジャイアンツなおも三塁一塁のピンチです。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。打順は4番バース。ジャイアンツこの回2点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負います。さあこの打線の流れをそろそろ止めておきたいところ。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに、ファウルになります。いやー打ち損じてくれて助かりましたね。そうですね、次は今のボールと同じコースにストレート回りだと思いますね。打ちました。セカンド取った、二塁アウト、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。アウトの間に得点、3対0。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。5番バッターアリアス、ジャイアンツ先制点を許す形となっています。小宮山さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。調子自体もあまり良くないと思いますけどね。ああなるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよ。3球目打ちました、ヒットになった。これで6試合連続安打、2アウトランナー2塁1塁。バッターボックスには6番梅野。ジャイアンツこの回3点を失っています。インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁を回った、セカンドランナーホームイン、これはどうだ、ファーストランナーもホームイン、追加点が入りました。タイガース5対0、ジャイアンツなおもピンチです。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。7番バッター糸井、ジャイアンツとしては序盤からこの点差ですからもう1点もやれないですよ。なるほど、そうですね。初球打ち、ライトが下がっていく、頭上ぐんぐん入りました。ホームラン、ツーランホームラン、ジャイアンツ痛い一発を浴びています。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。7対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。さあバッターは上本、現在通算安打が499本、500本目はこの打席で見ることになるんでしょうか。いい当たり、これは大きい、伸びていく、センター深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。今の通算500本安打に対し花束の需要となります。赤星さん、見せてくれましたね。そうですね、ここまでいろんなことがあったはずですから喜びも大きいでしょうね。はい、これも日々の練習経験の積み重ねということなんでしょう。さあ打席には先発のガルシアが入っています。さあ追加点のランナーを置いた場面です。初球打ち、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。8対0、ジャイアンツなおもピンチです。打順は1番に帰ります。バッター真由美、今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。打ちました、取った、一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース先に点を取りました。8対0、タイガース先制です。4回に入っていきます。タイガースの攻撃、2番バッター糸原、先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。いや打ちました、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。まずはボールから入りました。これは内へ外れます。ボール先行です。インコース低め、ストライク。
この球は低めに決まった。フルカウントです。さあバッテリーは何を選択してくるでしょうか。打った、大きな打球になった。この当たりはどうか、右中間真ん中破りました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、9対0。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは4番バース、先ほどの打席で打点を挙げています。打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。初球でした、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。11対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックスは5番アリアス。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ええ、ここは注意しないといけませんね。そうですね。ジャストミート、レフト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、12対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。6番バッター梅野、先ほどの打席でタイムリースリーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。ワンアウトです。バッターボックスは7番糸井、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、打ちました。これは大きい、伸びていく、右中間深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。バッターボックスは8番上本、先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ええ、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。タイガースこの回7人目のバッターになります。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。さあバッターボックスには先発のガルシアが入ります。さあ追加点のランナーを置いた場面です。2球目は何で来るか。インコース決まった、低めのボール、すぐに追い込みました。体に近いところ。さあ勝負してくるのか。ファウルになります。引っ張った、これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、二塁へ送球する、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。目の覚めるようなタイムリーヒット、13対0。ジャイアンツなおもピンチです。打順はトップに帰って真由美、打ちました、高く上がった。さあどうだ、フェンス直撃、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、14対0。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。2番バッター糸原、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。次が3球目、内に持ってきました。打ちました、いい打球だ、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンターオーバー、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、15対0。ジャイアンツなおもピンチです。バッターボックスには3番オマリー、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、内へ、これは決まった、打った、高く上がった、伸びていく、どうだどうだ、追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。ジャイアンツピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がったのは田口。さあマウンドに上がったのは田口、今シーズン3試合目の登板です。これで3日連続での登板となりました。
初球打ち高く上がった頭上看板直撃ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。思い切り引っ張られてスタンド深くまで運ばれています。ジャイアンツ追加点を許します。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックスアリアス、先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、最初は変化球できました。三塁線岡本取って、これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁、バッターボックスは6番梅野。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナー打ちました。ショート取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。尾宮さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか？そうですね、もうブルペンのピッチャーがここから大事になってきますね。そうですよね。これはショート坂本掴んでワンアウトです。バッターボックス上本、先ほどの打席はファールフライに倒れています。田口、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ちヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。今日もマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。まずはボールから入りました。内へ、これは決まった、決まった、低めいっぱい、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ファウルになります。これが5球目。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。ツーアウトになりました。打順は1番に返ります。バッター真由美、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、2アウトランナー2塁です。3球目は何で来るか。かなり振り遅れましたよね。変化球を待ってたんでしょうね。空振り、ここはランナーを変えさせません。セカンドランナーは残塁に終わっています。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。この糸原、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか？はい、本人も今は気持ちよくバットが振れてるんだと言ってましたね。なるほど、そうですか。さあ、ここは好調さを発揮できるでしょうか？インコース決めてきた。ノーボール2ストライク。打ちました。うまくさばいて。ワンアウトです。3番バッターオマリー、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたよね。はい、まずはワンアウトを取っています。これが2球目。内へ、低めに変化しました。スライダーが決まります。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。ファウルです。6球目は何で来るか。打ちました。これは浅いフライ、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5打席連続のヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、バッターはバース、この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。インコース高めはストライク。
いいコースでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。低め、これは外れた。スリーボールになりました。変化球にバットが空を切ります。フルカウント、ピッチャー逃げ切れるか。痛烈な打球、打った瞬間入った、ホームラン、ツーランホームラン、なんと3打席連続のホームラン。フルカウントから投じたストレートでしたが、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターは5番アリアス。先ほどの打席は内野安打でした。打った、高く上がった、頭上ぐんぐん入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバスもあってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックス梅野。打ちました、浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになりました。これで2試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックス糸井、今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ファウルになります。インサイド落ちました、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー三塁二塁。まず大きく外れてボールになりました。打ちました、ピッチャーゴロです。ピッチャー取った、一塁送球、アウト、ツーアウト。さあ打席には先発のガルシアが入っています。ここまでいいピッチングしてるんで、ベンチとしては引っ張りたいですよね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。2球目打ちました、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン。タイガースが突き放します。ジャイアンツなおもピンチです。打順はトップに帰って真由美。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。低め決まってストライク、打ちました、これはどうだ、田口、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。ゲームは7回の表です。タイガースの攻撃、バッターボックスは2番糸原。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ジャイアンツ厳しい展開で終盤7回を迎えています。あっという間に2ストライクです。打ち上げました、伸びていく、ここはフライになっています。3球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。バッターボックスは3番オマリー。まあ、ここはさっき打たれたカーブの使い方には注意したいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスには4番バース。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、今日はバッティング絶好調、3打席連続ホームランが続いています。いや小宮山さん、本当に怖いバッターですよね。無理に勝負はしなくていいんじゃないでしょうかね。さあ勝負してくるのか。
バッターのアリアス、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。そうですよね、今日もホームランが出てますし、間違いなく絶好調ですよね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。打ちました、これは浅いフライ、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった、これで5打席連続のヒット。2アウトランナー1塁、ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手のカギヤ。さあマウンドを任されたのはカギヤ、今シーズン2試合目の登板です。最初は変化球持ってきました、ストライクです。一塁牽制球、セーフ。さあ2球目は何か、打ちました、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、これで2試合連続の猛打賞。ツーアウトランナー三塁一塁。さあ初球は何か、初球はストライク、ストレートが決まっています。外低め、ストライクを先行させていきます。追い込みました、空振り、ここは空振りでアウトを取りました。スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツ。これから8回タイガースの攻撃です。さあマウンドに上がったのは大竹、今シーズン3試合目の登板です。最初は変化球できました、得意のボールでストライクを取りました。打ちました、これは大きい、伸びていく、このフライはどうだ、落ちるか、2球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。いい動きでした。小宮山さん、今のプレーご覧になっていかがですか。今のいいプレーでしたね。初球は何で来るか、一二塁間、大城掴んでツーアウトになりました。打順は1番に帰ります、バッター真由美。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。これはサード岡本掴んで一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。タイガース大量リードしています。小宮山さん、状況的にはかなり厳しいと思うんですがいかがでしょう。援護がないのはかわいそうですけど、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を打ちました。スタンド一直線、門突き刺さった、ソロホームランが出ました。これがチーム8本目のホームラン、初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターは守備交代から起用されている福留、2試合当たりが出ていません。まず何を投げてくるか、初球空振りです。ノーボールツーストライクです。低め、ファウルになります。インサイド落ちました、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。ノーアウトランナー一塁です。4番バッターバース、今日は3本のホームランを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、ここは打ち上げています。ピッチャーが落下点に入ります。取ってワンアウトです。打席には5番バッターアリアス、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトになっています。引っ張った、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。なんと今日3本目のホームラン、しっかり踏み込んで引っ張られた打球スタンドまで運ばれています。ジャイアンツ追加点を許します。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。バッターは6番梅野、
先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。空振り。この低いボールは外れます。これが3球目。打ちました。ここはフライになっています。ピッチャーが構えます。大竹が掴んで2アウト。バッターは守備交代から起用されている北条。